にちは。大井競馬公認予想ゲートイン吉富高康の断末魔の叫びのコーナーです。よろしくお願いします。今週はいよいよダートの G1 チャンピオンズカップということで、特別ゲストとして新進気鋭の予想家逃げさんです。地方競馬の予想のレジェンドなのでいやもう光栄と思って、まあ、楽しみに来させてもらいました。どうもどうも、はい、ありがとうございます。自分がダートを中心に買うのを決めたのがサラリーマンをしてまして、で時間がない中で予想をしなければいけないんで、まあ、その中でできるだけ勝つ方法を考えて、やっぱり芝だと馬場状態を見なきゃやっぱり影響されるじゃないですか、どうしても外しか来ない馬場とかもあるので、芝レースをあんまり買わないようにした結果、まあ、ダートの成績が良くなって、まあそのダートがそのまま好きになったと。ダートのやっぱり力強さね、なかなかね、僕がちょっと一句いつも披露してる句があって、で完封に命ギリギリ馬シックって言ってるんですけど、大井なんかでもこのラチの近くで見てると、まあ、迫力あってですね、もう蹄の音が、ギリギリがね、あれは本当に馬は戦ってるなっていうのを感じますもんね。印象的にはまあいつも通りズバッと切られてるなといういやいや競馬の良さは自分の知力と精神力で自らの戦えると。でいいのは、さらにいいのは、資本の原理が通用しないじゃないですか。5,000円持った人が1万円になるかもしれなくて、500万がゼロになるかもしれませんから、要はまあ比率ですからね、喜びも同じですから、苦しむ悲しみもね、そこが競馬の原点というかですね、公平で公正で本当に互角に戦えるという、自らが。逃げさんはどういう意味で、そうですね、競馬の魅力というか、自分にとっては、ベースが、競馬で勝つことで豊かにしてくれるものという考え方があって、自分のその考えた結果が正しいことということも、その経緯も楽しめる、で馬の走りも楽しめる、そのいろんな面で豊かにしてくれるものが競馬じゃないかなと思ってます。なるほどね、はい、競馬考えですね競馬に勝って自由になる、時折自由は高くつきます